明日リーグ戦の開幕初戦を迎える工夫ハヤテベンチャーズ静岡。プロ野球界に66年ぶりに誕生した新しい球団です。中日や阪神、福岡ソフトバンクなど5球団が所属する2軍のウエスタンリーグに今シーズンから参加し、イースタンリーグとの交流戦も含めて年間139試合を戦います。東京で企業支援を手掛けるハヤテグループがチームを運営し、ホーム球場は静岡市清水区のチュールスタジアム清水。選手は投手陣を中心に外国人4人を含む39人で、出身はプロ野球や独立リーグ、大学、高校など様々です。静岡高校出身で近鉄バファローズで投手として活躍した赤堀基之さんが監督として指揮を執ります。皆さんは本当に挑戦者ですね。最後には NBB に目指していく挑戦者なので、みんな頑張ってほしいなと思います。その中で、本当に挑戦者ですけども、やっぱチームは勝たなきゃいけません。もう勝つために挑戦してチームを盛り上げて、いきたいなと思ってますので、皆さん、ね、一生懸命ネバーギブアップ、ね、お願いします。工夫ハヤテには先輩格の12球団と違って1軍、2軍といった区別はありません。選手たちはこれからリーグ戦で活躍し、プロ野球出身者は再び12球団に戻ることを、またアマチュア球界出身者はドラフト会議での指名を目指します。静岡県の皆様に応援していただけるよう、愛していただけるよう、グラウンドの中で一生懸命プレーをしたいと思います。またこういったレベルの高いところで、プレーできることに感謝し、精一杯頑張っていきたいと思います。このチームで野球ができることに感謝し、個人的にはドラフト指名を目標に頑張っていきたいと思います。チームが本格的にスタートして以降、キャンプやオープン戦には多くの野球ファンが見学に訪れ、期待は高まりつつあります。地元にこうね、ファームのチームだけどあると嬉しいですよね、本当にね。だから僕は個人的にはちゃんとお金払って見に行きますよ、ここに。実力のほどは未知数ですが、戦国武将が好んだと言われる勝色のピンストライプのユニフォームがどこまで旋風を巻き起こすことができるのか、多くの県民が注目しています。